皆さんこんにちは、チョコバナナです。今日はこちらチョコエッグ新シリーズ買ってきました。こちら開けていきたいと思います。出た、開けていきたいと思います。はい、こんな感じでできました。それではこっちから開けていきたいと思います。今回ラインナップがまだわかんないんだけど、よいしょ、じゃん。これあれだ、ベイマックスのなんだっけ、ヒロ、じゃん、ヒロが出ました。ちょっと組み立てる、こんな感じ。クオリティがね、チョコエッグだからさすがに高い。めっちゃ、ま、顔もねちゃんとできてて、よいしょ、こんな感じです。1体目ヒロ出ました。ラインナップ見よう。うん、あ、ベイマックス普通にいるんだ。ミッキー、ミニー、サリー、トンスケ、ミスバニー、チップ、デール、これがツムツムのキャラで、エルサ、ベイマックス、ヒロ、アースラ、スティッチ、シンデレラとガラスの靴だって。私はですね、今回ですね、ベイマックスとシンデレラ、アースラあたりが欲しいです。それでは2つ目開けていきましょう。それでは2つ目、あれ全然カチャカチャ音がしない。よいしょ、うわ、トムスケ、トムスケだ多分。こんな感じ。あ、ツムツムでかい、でかいわ、めっちゃこんなにでかい。わかるかな、もう組み立てますね。トムスケはこんな感じです。これもだいぶクオリティが高い。はい、続いて3つ目、これも音がしないから、これもきっとツムツム系です。よいしょ、じゃーん、お、ツムツムじゃない、エルサだ。この顔、エルサだ、エルサ。ちょっと組み立てます。エルサですね、エルサ、でかい。これわかります、もう並べるとわかるんですけど、でかい、そしてクオリティが高い。この、なんだろう、顔、この顔のクオリティが高い。こんな感じ、かわいいね、これも。はい、最後一個いきますね。最後はこう落とすんだよね。よいしょ、開かないぞ。あれ、落とすのにミニちゃん。組み立てます、こんな感じ。いやー、今回全部クオリティが高い。いいじゃん、こんな感じで。1体目のヒーロー、2体目のトンスケ、3体目のエルサで、4体目がミニーちゃん。こんな感じの結果でした。欲しかったのがね、1個も出なかったので、またチャレンジしたいと思います。こんな感じで今日動画終わります。それではチョコバナナでした。バイバーイ。